リットマンブランドの聴診器。ダイヤフラム面に L のマークがついているのが特徴。リットマンブランドの聴診器。スモークエディションデイビッド・リットマンはアメリカ合衆国の循環器専門に、またハーバード大学医学部において教授職につき研究者として活躍した人物。医学の世界では聴診の性能が高いリットマン型の聴診器の開発者としてその名が知られている。 リットマンは聴診機を販売するためにガスマックルップと共同でカーディオソニックス社を設立。カーディオソニックス社での聴診機ラインは主として医師用及び看護師用の2つのラインから構成されていた。1967年4月1日、3M がカーディオソニックス社を買収し、リットマンは 3M でコンサルタントの地位についた。 3M は今日数多くのリットマンブランドの超新機を販売している。3MUS リトマンステシスコープスヒストリードクターリトマンカーディオサーニックスインクハット AB3M 公式サイトリットマン超新機の歴史よりハットステシスコープリトマンステシスコープスありがとうございます。